魚くん、魚くん、1975年8月6日隊は、日本の魚類学者で、タレント、イラストレーターでもある。本名は、父は、囲碁騎士の宮沢五郎九段、東京海洋大学名誉博士、東京海洋大学客員准教授。東京と生まれ、神奈川県綾瀬市育ち、千葉県立山市在住。所属事務所は、阿南インターナショナル。 魚の生態や料理法についての豊富な知識で知られ、講演や著作活動などを中心に活動している。2006年に東京海洋大学客員准教授に就任。特定非営利活動法人自然の恵み教室会の恵み教室室長でもある。一般向けの講演では、広い世代に魚について理解をしてほしいと難解な言葉を極力使わない解説や、 自作のイラストを用いる。どの工夫を心がけている。また、タレントとしても活動の幅を広げている。東京都で生まれ、神奈川県綾瀬市に育ち、綾瀬市立北の大小学校綾瀬市立北の大中学校、神奈川県立綾瀬西高等学校を卒業した。東京海洋大学入学を目指したが、叶わず。日本動物植物専門学院アニマルケア科。現在は。 廃にに進んだ。しかし、か水産化はすでに廃止されていた。中学校3年生の時に学校で飼育していたカブトガニ19個体の人工孵化に成功したカブトガニの人工孵化は非常に珍しく新聞にも取り上げられた水槽が狭くてかわいそうだなあという理由で決まった時間に外に出していたらカブトガニがそれを潮の満ち引きと誤認したのが原因だという 1993年、高校3年生の時に、テレビ東京系のバラエティ番組、TV チャンピオンの第3回全国魚通選手権で準優勝したことを皮切りに、その後同番組で5連覇を達成し、殿堂入りを果たす。その後は、同番組の問題用イラストを提供したり、スタジオゲストや判定員、時には挑戦者の相手役権審判に回って、 魚通選手権に登場した。現在の芸名である、魚くんは、同番組で、ラウンド MC、リポーターを務めていた、中村雄二が名付けた。学校での愛称は、魚ちゃん及び、博士だった。高校3年生から出演していた、TV チャンピオン時代にはすでに現在のキャラクターと変わらず、少し緊張していたが、正解すると子供のように感情を表に出して元気に、 飛び跳ねながら、かんだかい声で明るくる姿で人気を博した。当時は、現在のトレードマークである帽子は被っておらず、初登場時の姿は、高校の爪襟制服だった。専門学校卒業後は、二十歳の頃から、成績桜川丘の魚類専門のペットショップで、一階では、店舗の切り盛り、店舗の二階では寝泊まりという形で、住み込みの雇われ店長として働く。 働いていたある日、一人では寂しいだろうと、お客さんから猫、品種、エジプシャンマウをもらい、以後の16年間をその猫と共に過ごす。水族館や観賞魚販売店など、魚に関係するアルバイトを転々とし、寿司屋で働いていた時、店内で魚のイラストを描いたところ、それらを見たた店舗や企業から、絵の依頼が舞い込むようになった。 アルバイトを継続しながら兼業イラストレーターとして活動を始める。テレビのドキュメンタリー番組に出演したことで、株式会社アナインターナショナル会長の目に留まり、水族館での絵の展示などをサポートしてもらえるようになった。それ以降、魚専門のサイエンスライターとしても活動している。2006年、東京海洋大学客員准教授に就任する。 小学校の卒業文集に将来の夢として水産大学の先生になることです。研究したことをいろいろみんなに伝えてあげたいからですと書いており、東京海洋大学の前身の一つは東京水産大学なので夢を叶えたことになる。2010年には京都大学教授の中棒通る次の依頼で国松のイラスト執筆を担当した際に国松に似た。 特徴を持つ西湖の個体を提示したことがきっかけとなり、田沢湖の国スが西湖で生存していることが判明。全滅種とされていた国スの再発見、レッドリストでの絶滅から野生絶滅への指定変更に大きく貢献した。詳しくは国スをさん2010年12月22日に翌日の天皇誕生日を控えて行われた、近城天皇の記者会見で、 同じ魚類学者である魚くんらの名を挙げて、この度の国マス発見に、東京海洋大学客員准教授魚くんめ、多くの人々が関わり、協力したことを嬉しく思いますと述べたことについて、本人は別途行われた記者会見で、感慨無料ですとのコメントをしている。また、海に関する研究や、啓蒙活動に貢献した、海洋立国推進功労者として、 2012年7月13日に内閣総理大臣賞を受賞した。2015年3月18日に東京海洋大学から名誉博士の称号が授与され、都内で名誉博士称号授与式が行われた。2015年12月25日に渚野駅立山の名誉駅長に就任、さかなクンギャラリーが渚野博物館内1階に開設された。 が好きな言葉である、一語一会になずらえた造語である。メディアに登場する際は、頭に、ハコフグのぬいぐるみ帽子を被っていることが多い。これは2001年4月29日放送の、動物奇想天外、に出演した、同番組2回目の出演際の伊豆の海に潜る毛で、被ったのが最初で、同番組のディレクターから、魚くんの印象が薄いと言われたことがきっかけで、 このロケでは明るく、ハイテンションだった。当初は、帽子とは決めておらず、着ぐるみなども考えていた。幼少期に、魚屋の水槽で、ハコフグが、他の魚に迫害されながらも、懸命に泳いでいた姿に心打たれたことを思い出し、ハコフグに元気をもらおうとごめんズを描いて依頼した。2009年10月11日に開催された、日本魚類学会の研究発表会に、 近城天皇が出席した際にも、さかなクンは、帽子は脱がずに同席している。また、ハコフグ帽は、冬用、夏用、メッシュ加工され、通気性が良い、水中用、スキューバなどで海に潜る最着用、黒ー用、通常は青だが、黒ーが、ブルーバックだと青の部分が透けので、ハコフグの青の部分が黒くなっている、教団用、大学の交渉が入っているなどが存在する。 2015年11月30日に亡くなった漫画家、水木しげるのお別れの会が翌年に1月31日開かれた際にこの黒キー用を着用したことがネット上で話題となったが黒キー用は黒い部分に白い斑点がついているの対しお別れ会で着用したものにはそれがついていないため別のモデルである2016年の CM、キリン 氷結新しく移行魚くん編では目、点を除く全体が黒色の箱コフグ棒を着用した。アメリカの人気ラッパーであるスヌープドックが被った帽子が魚くんのものに似ているということが話題になり、アメリカの音楽ニュースサイトラップアップでもスヌープの帽子は魚くんヘドウと報じられた。母曰くハイハイしている頃から絵を描いていたとのことで、 絵の才能に長けており、それを活かして、イラストレーターとしても活動、仕事の柱の一つとなっている。細部へのこだわりは凄まじく、魚の背びれのトゲの数、鱗の数、側線に空いている穴の数に至るまで正確に再現している。クニマスの発見も、京都大学の中坊を通る次教授からイラストを依頼され、より正確に、 生き生きとした姿を描きたいという理由で、禁煙種のヒメマスを参考として各地から取り寄せたことがきっかけとなった。幼少期、特に好きだった漫画家は水木しげる。その後、魚に興味を抱かなかったら妖怪くんになっていただろうと話す。好きな妖怪は山彦。水木しげるの描く妖怪を好きになる以前は、トラック、特に清掃者に夢中であったらしい。 現在の愛車は三菱不装、キャンターの四代目。水槽がたくさんある水槽学だと勘違いして、部活見学に行ったことをきっかけに、中学校時代水槽学を始めた。パーカッションが第一志望だったが、緊張でバチを飛ばしてしまい、第二志望のトロンボーンを担当させられる。高校の水槽学部では、バスクラリネットを吹くことになる。そのため、 サクソフォンとコントラバスクラリネットの演奏にも長けている。2014年から、プロの指揮者や演奏家とともに、管楽器愛好者が集まって、大合奏を行う、ブラスジャンボリーに毎年特別ゲストとして参加、サクソフォンの演奏を披露している。2016年2月には、キリン、氷結の CM にて、黒い箱コフグの帽子をかぶった、バスサックスプレイヤー、魚に噴し、 東京スカパラダイスオーケストラとのセッションを披露した。また、同年4月14日15日には、スカパラの公演にて、スペシャルゲストとして、同年9月18日には、騎士、ダン万博ンにて、再び、スカパラと共演した。5000種以上の魚や、その料理法についての知識がある。魚を食べることも好きであり、あまり見ない魚はとにかく食べ、 またその際には骨まで食べ尽くすという方針で、食べた魚は500種類に及ぶ。一生懸命生きているお魚たちのパワーをいただくからには、食べ残さず骨まで美味しくいただくことが一番の供養であるという。バラエティ出演時も、時売り料理の腕前も披露するほか、カツオやタコなどのさばき方も実践で紹介している。また、魚以外にも、 ケーキや和菓子などの甘いものが好物らしい。アルバイト歴は複数あるが、水族館や熱帯魚や、魚や、寿司屋など、魚に関係する仕事のみだった。魚ほどではないが、爬虫類、両生類に関しても、かなりの知識を持ち、飼育、繁殖の経験もある。2006年12月、朝日新聞が連載していた、いじめられている君へ。 いじめている君へに短いエッセイ文を聞こう。タイトルは、広い海へ出てみよう。水槽落部内でいじめられていた友人のそばに、いてあげた、自身のエピソードと魚たちを小さい水槽に大量に、入れたら、いじめが発生してしまう経験を、いじめと結びつけ、小さな世界に入れられるどうしてもいじめが起きる。それは、人間も魚も同じ。でも世界は、もっと広い。 居場所を見つけてみようという文章が大きな反響を得る。さかなくんのこのエッセイを抜き出して絵本にした、魚の涙が出版されたほか、2007年1月8日、フジテレビ系バラエティ番組、スマップスマップの特、今、いじめている君へにも出演を果たしている。また、中学校の道徳の教科書、三村図書出版に、魚の涙として掲載されている。 イギリスの公共放送局である BBC のコメディ番組の東京編で日本のサブカルチャーを紹介する企画に登場している。携帯電話には全国の研究者の連絡先がずらりと並んでおり、またそのネットワークは全国各地の漁師町にも及んでいる。オフの日には親しい漁師を訪ねて漁に同行させてもらい、情報を集めることもあるが、船に ただで乗せてもらう恩返しとして必ず量を手伝うことにしている。京都大学教授の中坊通る次や写真家の中村育夫とも共同で本を出版するなど進行が厚い。鈴木拓は中学、高校で同窓生である。鈴木によると、魚くんは当時から鉛筆、消しゴム、下敷きなど持ち物は全部魚関係のもので授業中に隠れて、 教科書に、魚の絵を描いたり、机の中でフグなどの剥製を撫でていたとのこと。また、親しい著名人としては、エグザイルの巻大、片岡鶴太郎、小林義則などが挙げられる。上記経歴の通り、分類としてはタレントよりも、むしろ文化人に近い。食用にも鑑賞用にもならない、売れない魚を、漁師からもらい受け、 フィッシュハウスと呼ぶ魚飼育専用の建物で育てている。なお、テレビ番組などで自宅を公開される際に映されるのは、ほとんどの場合このフィッシュハウスである。また、魚の他にも、ミミという名前の猫、エジプシャンマウを飼っている。読売新聞では、子供のファンの夢を壊さないため、本名も公表していないと報じているが、著書に記載されている。 年齢や青年月日についても様々に報じられている。年齢について鈴木拓と中学、高校で同級生だったエピソードがあるほか著書に記載されている。NHK が広報局のツイッターアカウントにて絶滅したとされていたクニマス発見の話題を取り上げた際、さかなクンと発言したことに対し、さかなクンにはさかなクンさんと継承をするべきだという内容の 投稿が数多く寄せられ、同アカウントにて NHK の広報局員が大変申し訳ありませんでした。お詫びして訂正いたしますと謝罪する事態になった。しかし、実際に寄せられた投稿の多くに見られる、んをつけろよでコ障野郎というのは、大友勝博作の漫画から派生したネット上で多用される冗談であり、魚くん以外には、デーモン閣下、 サンプラザ中野くん、中、山金に、君、暴れる君等の芸名に継承を含む人物に対してもたびたび見られるフレーズである。つまり、この物議自体のほとんどが、この事実を知っている人々による冗談ということになり、真実を知った NHK の広報局員は、冗談だとは知らなかった。みんなひどい。どうして、こんな肉の方から、お叱りをいただくのかわからず、 胃がたくなっていた、力が抜けた。安心はしたが、当時深夜まで寄せられた言葉一つ一つに返答、謝罪していたため電気も空調も止まっているなど、発言した。なお、ウェブ上で NHK に対し寄せられたこれらの行為は、言うまでもなく、威力業務妨害に該当する、犯罪行為である。こうした議論に対して咲かなくは2012年1月13日に、BS ジャパン、 デキ美人に出演し、司会者の勝間和代から、魚くんさんと呼んだ方がいいかと確認された際に、魚くんさんどと継承をつける必要はなく、そのまま呼んでほしいとお願いしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。